はい、どうも、妖怪三国志国領図、今回もやっていきます。今回はね、前回の今日の朝ね、動画で、小生コンソーさんね、ゲットできましたので、結構ね、皆さんからおすすめだよとか、これは一軍だよとかね、いろいろアドバイスいただきましたんでね、それを継承ね、スキルとか改めてね、構成焦燥さんじゃなくて焦成構燥さんのスキルとかね、ちょっとまあできたら使ってもみたいかなと思っております。はい、よろしくお願いします。まあ維持234とね、焦成グマシンゲットできなかったけど、まあ5月で焦成孔明、そして6月でね、今回構燥さんと2体ね、1年に2体目ゲットとなりました。一応宝珠がね777だから、ちょっとゲットのサインはね出てたのかもしれないぜっていう感じでしたかね。はい、一応共闘の方は99体目まで来ましたね。みんなありがとう。というわけで個人ランキングね、もうちょっと頑張んないとな。同盟ランキングもね、すごいね、上限が1億ポイントを超えましたね。1億4000もう1億5000万になろうとしていることで、共闘もレベルがハイレベルになってきて、ほぼほぼね、同盟ポイントもね、埋まってきました。あとちょっとって感じですね。ただ500コンボのね上限は取れましたんで、ぜひね、みんなと力を合わせて500コンボでねやりたいなと思ってます。はい、そしたらそう、共闘はさ今11位なんだけど、本当にみんなに申し訳ないんだけどね、国取り、前回の国取りね、まあ私個人248位、まあまあ頑張ってるけどね。でもあれ今1200位とかだもんな。そして第32回国取りね、888位なんだよね今回の。これはちょっと申し訳ない。今だってさ共闘だったら11、まあね、何人か助っ人来てくれてるからあれだけど、まあ、共闘だったらさ11位ぐらいの戦力なのに、国取りだとねやっぱりバランスで負けちゃってるからな。ちょっとそこは本当に申し訳ないな、国取り。シーズン順位がね、なんかシーズン同盟順位960位っていうね、一回も優勝できない、本当申し訳ないなっていう思うんだけど、マッチングもねちょっとこれひどいんじゃないのっていう、たまには勝たしてよって私は思いますね。個人では全体の248位ぐらい頑張ってるんですけど、ちょっとマッチングひどいんじゃないのっていうね、たまには勝たしてよっていうねはい、なんか微妙だなと思いました。はい、まあちょっとね、なんかね、そうなんだよね、マッチングうまくやってくれってちょろっと思ってますよ、ごめんなさい。はい、そしたらね、高村さん継承していきたいと思ってます。あとレベルがね上がってないね。レベルはもう今じゃねえや、経験値まで上げちゃいましょう。戦力1800になるんだよね。そして超加護スキルがね、今ちょっとヒットポイントセットしてるんですが、クリティカルがね、非常に魅力的みたいですね。10% アップで、私ちょっと最近ね、高難度チャレンジ周回してなくて、これないんだけどね、これが 50% アップになると。そして、加護スキルの方もね、クリティカルアップが、全員、後衛、前衛ヒットポイント回復、全能力打ち消し、クリティカルアップがプラス10、命中アップもあって、サボり打ち消し、攻撃速度ダウン反射、超サボり打ち消し、80% ってでかいな。で、クリティカル30あるってことで、クリティカルとね、命中が 40% あるってことで、まあ、最近重要だよね、命中とクリティカルってすごい重要だよねということで、まあ、こっちにすれば戦力が、ヒッ
ットポイントにすると1900なのか、戦力はね。はい、なんかなってないね。うん、なんでだろう、なってないな。1600、1800、あれなんで1800になるんだ。100アップなだけだと思ってんだけど、戦力は何、ヒットポイントって何、2倍になる、よくわかんないけど。はい、というわけで、まあクリティカルでもいいのかなと思ってます。まあ私の大好きなね、大京ちゃん、いつも大京ちゃんは、まあ大好きというか、いつもね使わせていただいている大京ちゃんは、まあ回復を払い、容器上昇で、こっちのねお守りがね、まあ、今回のイベントでも重要なのがお守りなんだけど、まあ、お守りかなり役に立っていたんだが、ただバフじゃないんだよね。だからスコアタとかこっちの方がいいのかな、どうなんでしょう。回復、容器上昇はないけど悪い取り付けお払いと回復、そしてねこっちは回復はないけどもうオールバフって感じ、打ち消しお払い容器上昇力容力アップということで、まあこいつ入れてれば一人で何役なのっていう感じの、うん、超召喚スキルなんじゃないかなっていう感じはしますね。なので結構私今日ラッキーだったんじゃないのかなっていうことで、777宝珠でねガシャを引くのをちょっとおすすめかもしれないですね。効果時間20秒ということで、今後は大京ちゃんを卒業して高孫さんになるのかなという感じがしますね。35秒もまあまあいいんじゃないのかな。うん、この必要時間もね。うん、ということでこれなんて読むんだ、視線独り占めキスじゃなくて美丈夫の神采配、まあ劉備をねその昔助けていた高孫さんね。はい、なんか結構おすすめみたいなんで、ぜひね皆さん運が良かったらゲットしてみてください。はい、というわけでね、継承スキルは、うん、まあ、さっき言った通り、ヒットポイントアップとかにするとなんか200ずつ上がるみたいだね。なのでヒットポイントアップだと、同盟でもアドバイスいただいたんだけどね、戦力だけで言うと500のさっき1000、両方で1000いくのか、で倍の2000だから3600いくんだね、戦力値だったらね。うん、だけどまあ今回はね、まあ我らが高孫さんをね、つけようと思います。こいつを入れると容器ゲージの上昇速度アップってことで、まあかなまあ、弱まってしまったんですが、セットしてるね妖怪の必殺技が打ちやすくなるので、またこれ私どうなんだろう、イベントの時に細かーちゃんつければいいのかなという感じがしますかね。はい、というわけでかけら、いやー、やっぱりこんな早くちょっと小生ゲットできると思わなかったからな。誰だっけ、脅威に使わなきゃよかったね。こんなことが来るんじゃねえかって、やっぱりちょろっと思ってたけど、やってしまったかなっていう感じはします。ただ、とはいえ、まあ一応ね、今回も、高孫さんつけたいと、思います。早くね切り替えできるようにしてほしいね。ということで、あと4回ね、エスコンは、修練をしちゃった。エスコンはね、あ、修練も今鍛えられるな。エスコンはこの時のためにね、温存してた地場金貨が100万ほどあるので、これでねもうやりまく、3ぐらいまでいけるのかな。はい、そしてまあ一応、まあ、来月にしようかなと思ってたけど、ショップ、ショップこっちか、ショップでもね、札交換800ねえのか、まあいいや、まあエスコンね交換しときましょう。まあ今日週末なのでこっちのエスコンも交換しとくか。あ、そして札もあるな。札、今回イベントしばらくあれなんで、よし、高孫さんはなんか結構みんなのおすすめっぽいので、
よし、これもつけちゃおうかな。群馬神。よっしゃ、無駄があっという間なくなったけどね。ただ今このキャンペーンが7月1日までねやってて、札ドロップねやってるので、まあ昔みたいに450じゃないけどね、いいんじゃないのって感じがしますね。はい、じゃあちょっとね、いけるとこまでちょっとやってみます。はい、というわけでね、小生構想さんさん、継承スキルちょっとエスコンが足りなくて3個つけました。もう1回いけるかな。さっきエスコン交換したんで惜しいね。もう1回マックスはいけなかったけど、まあまあ4回つけれたからいいかな。まあ、ぶっちゃけて言うとね、 2.5 周年の時になんとなく、その時になんかいいのぶち当てたいななんて、そんな気楽な風に思ってたんだけど、まあそれより前にいいことが起きちゃったかなって感じ。ちょっとあと1個だけどね、完成、まあ完成させる楽しみはあるか。はい、というわけで36個持ってたんだな。はい、上位4分4まで継承できました。なのであとはこの辺のねクリティカルがね、90% まで90までね、行くのを楽しみに、まあちょっと1回最後使って終わりにしましょうか。本当にありがたいな。これどうなんでしょうね、ちょっと使ってみましょう。そしたら、あーそうだ、あともうちょっと思い切ってなんかかなりおすすめられたので、もう私当たんねえよ、当たんねえということで使っちゃおう。79しか上がんないのか、なんかひよったなひよった、ちょっとやめてみよう。ちょっと 2.5 周年終わってからでもいいね。うん、そうそう、別に今イベントで苦労はしてないし。はい、私らしいヘタレっぷりを見せしてしまいましたが、はい、じゃあね、あボーナスタイムいってるね。みんなすいません、ありがとうございます。じゃあちょうど使ってみましょうか。大京ちゃんのところをね高村さんにしようと思います。高村さんバランスタイプなんだ、どっちでもいいんだね、前衛でも後衛でも。回避が高くて守りが低いのか、なるほど。そしたら歯茎さんに使ってもいいのかなっていう感じはするけど、まあいっか、とりあえずこれでいこう。バフ打てるかな。いやでもでかいな、コウソンさん持ってんの。必殺早く打てんな。これ歯茎さんにつけりゃよかったな。その方が歯茎さんが必殺早く打てて、必殺早く打てるといろんなミッションね、歯茎さんの試練とかそれで役に立つか。なんかコウソンさん使う前に終わっちゃったな。どうなのこれ、今俺の弟子がすげえダメージやってたな。これにすると早く打てる、もう発動しねえから普通にするか。ちょっとね、もうちょっと、開始つけた方が良かったな。どうなんでしょう。ああ良かった。なんか魔王来いよ先に。ああ撃つ前に倒しちゃったな。はい、まあちょっと必殺は撃てなかったんですが、まあちょっと前衛後衛両方使えるってことでね。うん、まあちょっと今後イベントとかで楽しみに必殺打ちたいやつとかも使えるしね。はい、楽しみですね。皆さんいろいろ本当にアドバイスね、コメントありがとうございます。これからもね、ぜひよろしくお願いします。
かけら落ちねえな。うん、本当は円術ゲットしてね、ポイントアップしたかったなーっていう感じだけど、ダメージがね、うん、ボーナスタイムで施設がね 91% まで来たんで、ありがたいことでやんすね。はい、そしたら今回はこんな感じにしましょうかね。はい、皆さんもね、ぜひ777宝珠にして、ガシャを回すと、もしかしたらいいことがあるかもしれません。そして国取りコインとかね、磁場コインはこういう時のために、こういう時のためにっていうかね、なるべくやっぱりグマコン S をね、交換してグマシン強化した方がいいって感じですかね。だから高難度チャレンジが7月1日以降に、うん、なんかバイドロップとか来てほしいなと思いました。40万あとどれに使おうかなっていう感じですね。7月10日まで交換か。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね、玉児とかも足りたんだよな。妖怪大遠征頑張ってよかったな、足りました。はい、そして S コインこれいいか。うん、はい、まあちょっとね、今後のイベント楽しみにしたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。